続いての審査は3次審査の最後の項目となり、この審査で最終審査に進出するメンバーを決定します。審査項目は YouTuber 力審査です。この審査は3人1組の合計4チームに分かれて、指定された企画を制限時間内に披露していただき、 YouTuber としてのスキルを審査します。それでは今からチームメンバーを発表します。 A チーム、ゆきな、ほのか、ゆうひ。 B チーム、かお、にこ、にや。 C チーム、ゆうり、りの、はんな。 D チーム、えりー、みりや、はな。この審査は今発表したメンバーで行っていただきます。そうしましたら各グループのリーダーの方、前に出てきてください。今からグッドパーを押してください。グッドパーで別れましょう。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 ペアになったチーム、それが今回の対戦相手です。A チーム vs B チーム、 C チーム vs D チーム。対戦相手のチームはお互いに同じ企画を披露していただきます。そして今回勝利したチームのメンバーは総合順位に関わらず最終審査進出を確約します。メルプチの活動で一番重要で必要なスキルが YouTuber 力。他の審査よりも重要視しているので、勝利チームに対しての得点を大きく設定しました。これから企画ボックスからお題を引いていただきます。代表者はくじを引きに来てください。チーム披露する企画が決定しましたので、この後1時間の準備時間をお渡しします。その時間内で企画の構成、役割などを決定してください。発表時間はオープニング本編で10分以内、エンディング3分以内でお願いします。早速準備を始めていただくのですが、皆さんはもちろん YouTuber としての経験が今までないと思うので、今回は企画ごとにアドバイザーをつけさせていただきます。早速アドバイザーを紹介します。それではお願いします。選抜生に見てもらうのは各チーム1回ずつまでとします。また自分たちで一度構成を練り上げてから見てもらうようにしてください。それでは早速1時間で準備を始めてください。はい、お願いします。ダンス審査の時にリーダーにはなれなかったので、まとめたりすることが結構得意な方なので、YouTuber 力審査で入っ
揮できたらいいなって思います。でも1位にゆきなちゃんがいて、お互いにライバルって感じはするけど、でもゆき仲間って感じですね。はい、まあダンス審査の時に結構ぶつかっちゃったりとかしたんですけど、まあ、ぶつかったりとかしてもちゃんとまとめられるようにしたいし、笑顔で終われるようにしたいと思ってます。あと赤チームに勝ちたいと思います。私的に個人的にはリーダーっていうのがあんまり自信がないんですけど、やっぱりリーダーになったからには絶対にみんなのことを引っ張っていく存在になりたいし、あ、この人がリーダーでよかったって思ってもらえるように、あと1時間練習があるので頑張っていきたいなって思いました。選抜生を過去の動画からずっと見させていただいてたんですけど、やっぱり一番最初に思ったのは可愛いなと思って、もっともっと私も4人たちみたいにもっともっと可愛くなりたいなって思いました。前回の自己 PR で1位を取らせていただいてて、その時にトークのところで褒めさせてもらったので、自信はあるんですけど、そのトークが上手かったからこそそれを超えれるようなものをやらなきゃいけないなと思った時に、いろいろ考えていかなきゃ難しいなと思いながら、自信ある気持ち半分、不安な気持ちもあるって感じです。めっちゃ良かったです。前回のオーディションを受けたエリーちゃんとなれたから、エリーちゃんやっぱり経験があるから嬉しかったです。ライバルは特にないんですけど、負けたくないって気持ちがちょっとだけあるのはやっぱりゆきなちゃんで、やっぱり1位を結構取ってて今も総合ランキング1位だから負けてられないなっていうちょっと気持ちはあります。私喋ることがめっちゃ大好きで、それをその YouTube で活かしてプチッコのみんなにも面白いとか、この子めっちゃすごいとか思ってもらえるように頑張りたいと思っています。ありきたりな言葉すぎないように考えるのを頑張りました。
オープニングと本編合わせて10分っていうところで、10分に収まりきらなくて、ちょっと長くなっちゃったので短く、ちょうどよくできるように、このちょっと難しかったので頑張りました。では緑チーム、意気込みをお願いします。絶対1位取って最終審査行くぞー。おーすごい。せーの、めるぷちめぷち始まるよ。キュウリが大好き、ミリアです。みかんが大好きすぎて1日で10個以上食べているエリーです。麻婆豆腐が大好きなハナです。はい、ということで今回は何をするんですか。今回はなんと NG ワードゲームです。はい、やったことない。やったことないんだけど、ね、みんな、多分言っちゃうと思うので、絶対言いたくないです。言いたくないんですけど、はい、頑張ります。頑張ります。はい、はい、ということで早速ルール説明をやっていきたいと思います。はい、まず相手が言いそうな NG ワードじゃなくてワードをワールドワードを紙に書いて、考えて紙に書きます。それを、はいはい、丸2はまずその書いた紙を自分が見えないように貼ってもらいます、頭の上に。はい、丸3は、決めたお題の話をしているときに自分の頭に書いてある NG ワードを言ってしまったら、なんとなんと罰ゲームがあります。はい、その罰ゲームはなんと、はい、もうすぐでクリスマスということで、はい、一肌恋しくなりますよね。なるなる、やっぱり恋人が欲しくなるということで、はい、罰ゲームはスキピに告白の言葉をカメラの前で言ってもらいたいと思います。はい、めっちゃ気になるけど、言いたくない。はい、絶対ゼロ回です。はい、頑張りましょう。はい、はい、それでは早速、レッツゴーということで、はい、今から私の NG はNG ワードを二人に考えてもらいます。はい、決めちゃいたいと思います。決めちゃいます。はい、絶対どうしよう。どうしよう、候補としては、でも候補としてはこれはちょっとチートなのでます。はい、じゃあ私もこれがいいので、はい、候補これです。じゃん、じゃあこれ貼りたいと思います。貼りたいと思います。装着します。装着です。はいはいはい、はい、これです。です。はい、これです。じゃあ次は、次は私のエリーちゃんのワールドじゃなくてワールド決めたいと、はい、決めてもらいたいと思います。決めます。はい。めつぶと。どうする？怖い。ガチで言いそうな。ガチで言いそうな。本当に痛くない。ちょっと待って。これは言う、これは絶対言う。じゃあ候補2個目。これと、これと、あ、でも確かに。あ、でも一応これ、うん、そうだね。はい、じゃあ今のところこれと、はい、これです。じゃあこっちにしちゃう。オッケー。はい、はい、じゃあこれにします。はい、はい、絶対言うからこれ、ね、はい、いきます。はい、お願いします。執着。はい、おお、絶対言います。これは、はい、絶対言います。絶対言いません。はい、じゃあ次は花のを決めていきたいと思います。はい、お願いします。ちょっと私的にちょっと攻めてというか難しいやつをやりたくて、なんか待って、さっきのさ、これをなんかあえてそう、ちょっと難しいやつにしていきたいと思います。何、怖い。絶対言うじゃん。はい、じゃあつけさせてみます。はい、お願いします。行きます。あ、ちょっと、はい、やばい。はい、はい、じゃあ全員のがついたということで、はい、今からトークをしていくんですけど、はい、トークのテーマが何ですか。せーの、黒歴史です。はい、これはもう誰しも一人は黒歴史あるんじゃないかな。やっぱ気になりますね。私も気になるし、特に私たちはちょっとやばいので、ちょっと最低限の黒歴史を、はい、言える程度でいいかと思います。はい、はい、じゃあいます。じゃあ誰から最初に。はい、私は小学2年生の時に、給食がカレーだったんですよ。うん、でカレーで
男子が牛乳をなんか笑ってこっちに吹いてきたの、やばくない？で、それでだからあの全身にもカレーにもかかっちゃって、先生とカレーを交換したっていうなんか黒歴史が、やばい、やばい、やばい、マジ恥ずかった、マジ恥ずいし、なんか、え、もう、カレーみたいな、ちょっと、気まずくなっちゃうね、気まずくなっちゃうね、はい、じゃあ、誰か次行きますか。じゃあ、はい、ミリア、はい、じゃあ言います。なんか SNS で投稿するときに写真あるじゃないですか、それって保存できるんですよ、で保存したやつをお母さんとかお姉ちゃんに笑わせようと思って見せようと思って変顔の写真を撮ったんですね。お母さんから呼ばれたんで行ったら、一番下の弟がまだ赤ちゃん、赤ちゃんっていうかちょっとちっちゃいんですけど、その弟が勝手に私の携帯を触っちゃって、そこから勝手にその投稿されちゃったんですよ、すぐに消したんですけど、マジで終わったと一瞬思ったんですけど、めっちゃ焦りましたね、はい、え、焦るね、それ恥ずいし焦る、やばい、やばかったです、それ黒歴史だね。え、すごくない？弟ね、弟すごい、え、何歳弟？2歳2歳でマジで上げるの結構すごいね。最近今の年が一番なんか触っちゃう、何でも触っちゃうらしくて、そう、だからやばかった、焦りました、焦る、ね、焦るはい、私は幼稚園の頃に和式を使えなくて、洋式しか使えなくて、でその日はクリスマスの大きな劇だったんですよ、その時に先生には絶対にトイレに行ってねって言われたんですけど、私は和式使えないのでトイレに行かずに出ちゃったんです。そしたら私の出番が来てスキップするところだったんですけど、そのスキップする時にもう大漏らしをしてしまってもう本当に恥ずかしくて、私はマジ恥ずいね、もうその後出なかったです、私を裏切りました、はい、私もなんか小学、3年生の時に和式使えなくて、でそれでなんか体育の前だったんだけど、その前にトイレ行ってこうと思って和式が全部で一つしか洋式なかったので、って思って、で洋式使われてたのだから、ちょっと和式でしょうがないからしまして、その後ちょっと気まずかったです。気まずかったです、はい、はい、で今の通り、LG ワールド、 LG ワールド、ワールド言った、はい、なんで、はい、はい、はい、言いました、アウトです、アウトです。これはい、これです、やっぱこの、言ってしまいました、はい、ということで、はい、じゃあメディアの告白を言ってもらいたいと思います。え、名前つけて、じゃあ名前つけて、はい、ちょ、丸々くんでいい、丸々くんで、はい、はい、はい、じゃあ、絶対成功する、じゃ真ん中行こう、あ、じゃ真ん中で、はい、OK、じゃもう一回、え、たたの、OK、ありがとう、楽しみ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 、〇〇くんへ、〇〇くん、私ずっと〇〇くんの肌とか肌〇〇くんの優しい表情とか、とっても好きでした、もしよければ私と付き合ってください、お願いします。はい、はい、これは成功しますね、付き合います、将来のミディアの彼氏見てますか、見てますか、でも思います、はい、彼氏いるかな、将来、彼氏いるよ、かわいいもん、心配、います、思ってます、かわいいって言ってよ、かわいい、なになに、かわいい、かわいい、ね、もうやだ、もう僕、え、待って、やだ、よっしゃー、かわいいなんだけど、じゃあ連続でって言ったら、じゃあ、やっと、待って、じゃあ、マジ、待って、やばくない、はい、どうぞお願いします、はい、ちょっと連続でね、はい、いきます。私はずっと前からたけしくんの綺麗な肌とか優しいところが好きでした、付き合ってください、はい、はい、使います、私が絶対私が使います、はい、じゃあそうですね、はい、通り終わったんですけど、終わったんですけど、え、マジで
まさかこれとは思わなかった。これもチートだから口癖なんですよ。ワールドがほんと最悪え、私もなんか可愛いとか普段、残り時間30分です、はい、言うか分からなかったので、うん、マジでなんか無意識に言っちゃったから、え、ピエン告白するのマジはずい。はずいで、よかった。すぎてやばい。したくて、よかった。いいな。一通りこれで終わり。え、ちょっとこれ見ていいですか。はいよ。いいよ。うんですね。え、でも言ってた気がする。言ってないかな。言ってないかな。言ってないかな。はい。じゃあ今回はこれで終わりたいと思います。はい。はい、私たち2人で言ったんですけど、エリーはみたいな、エリー言ってないよみたいな、むくねみたいな、もったいないよねみたいな、やだ、ちょっとエリーに言ってもらおうかなって思います。みんな気になるよね、気になるよね、エリーの告白。じゃあ、じゃあ、仕方ないです。はい、じゃあ、行きますか。あ、ごめん、大丈夫。私気になる、気になる、ちょっと思いをぶつけてみたいな、ぶつけてみたいな、ぶつけちゃいます。大先生告白をしちゃいます。はい、どうぞどうぞ、いきます。ハローくん、あなたの長いロン毛とか私本当に大好きです。付き合ってください。おー、これは絶対付き合いますよね、トロくん。まあ、はい、そうですね、付き合います。やった、確かにロン毛いいですね。ロン毛いいですね。ロン毛派です。はい、ということで今回の NG ワードゲームはここで終わりです。で、これで私やったことなかったんだけど、なんかもう可愛いとか無意識に言っちゃうじゃん。違うよね。だからなんかちょっと盛り上がったの楽しかったです。はい、楽しかったです。はい、私はいつも一人とかで YouTube、 一人で家とかで YouTuber ごっことかをするんですけど、でもやっぱり NG ワードゲームって一人ではできない企画だと思うので、こうやって3人でできてすごく楽しかったので良かったです。はい、私はマジでエイと一緒で本当に保育園ぐらいかな、から YouTuber ごっこが大好きだったんですよ。なんか特におままごとごっことか、そういうのとかやってて、やってた。で、YouTuber ごっこがめっちゃ好きで、なんか、こんにちは、ミリアですとか言ったんですけど、ここで本当にやれると思ってなくて、もう NG ワールドやってみて、めっちゃ楽しかった。ワールド抜けるし。ワールド NG ワールドやって、めっちゃ面白かったし、これみんなでやれてよかったなと思いました。はい、ありがとうございます。はい、ということで、せーの、最後まで見てくれてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。待ってるよ、待ってるよ、待ってるよ。バイバイ。ほんさほんさほんさ、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。ワードっていう言葉とワールドっていう言葉を言い間違えるっていうのも自然に押し込んでる感じですか？いや、なんか自分が普通に間違えちゃうんですよ。ゲームでなんかワールドに行って遊ぶってじゃないですか。それでよくワールドって言ってるんですけど、それとワールドとワールドを間違えちゃって、そこから口癖で間違えました。あ、で、それを生かしてネタにした。よくワールドと言ってるので、ちょっといいかなって思ってみようかもしれません。ちりばめられてたので、線回収していく感じが良かったなって思いつつ、あと1点気になるところとしては、その黒歴史について話していきたいと思います。っていう中で、お互いの NG ワードを引き出すっていう、その引き出しパートが全然なくて、あえてこう言わそうとしてたんで、なんか可愛いって言わせたいために、あえてこう質問をして、え、かっこいいとかわいいだったらどっちとか、なんかそういう質問とかで、こう引き出してる感みたいなところが出た視聴者の人が見たいと思って、その引き出しパートがなかったのがちょっと面白かったかなと思いました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。最初、受験が気づいた時より強くなってて、なんかこういう風にした方がいいかもとか言ったところも全部、ほぼ直せてたし、エリーちゃんとかもリアクションもすごい大きくなってたりとか、
とミリアちゃんもすごい、なんかすごい話が上手で話せる人なんだなっていうのがこの動画で伝わったし、で、花ちゃんもリアクションすごい良かったなって思ったり、あとカメラ目線でズバッとなんか言葉を言うとかワードをバッて言うところとかもなんかカメラ意識できて良かったなって思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。あえて目標します。はい、はい、面白くはないです。はい、けど悪くもないです。はい、逆の言い方するといいところがないから結果面白くないです。はい、で、ただあのへこまないでください。はい、はい、教科書を読んでるような感じがしました。うん、 YouTuber 力でいうとやっぱりアドリブとか結構大事だったりするんで、うん、なんかその辺の伸びしろのところを全然活かしきれてないなと思って、っていう意味で言うと3人の配役が全然分かんない。誰が司会で誰がボケるのか、誰がツッコミするのか全然分かんない。これをやりたいが強すぎて、台本を組み立てすぎてアドリブが弱くなったりとかしたのかなと、あえて公表します。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。まあ感想としては最後 YouTuber ごっこの話だと思うんですけど、 YouTuber ごっこを見ている感じではありました。で、まあ、NG ワードをやっぱ言わせようとしてる、言うか言わないかの瀬戸際のところがやっぱ面白いし、まあ、そういうことを意識してやれてる人っていうのがやっぱあんまりいなかったのかなって。本当に黒歴史をただひたすら言っていったっていう感じで、まあ、違う企画なんか見てるのか、黒歴史を聞かされてる企画を見てるのかなっていうふうな感想でした。では、これにて緑チームの発表を終了させていただきます。お疲れ様でした。ありがとうございます。